それでは始めさせていただきます。本クレストは原子分子の自在配列配光制御、技術と分子システム機能ということでございます。私は研究総括を仰せつかりました九州大学の君塚と申します。簡単に自己紹介ですけれども、九州大学、大学院、工学研究院応用科学部門に、所属しております。専門は、分子組織科学、高分子科学、超分子科学、錯体や光科学、などでございます。略歴はここに示しているところでございます。まず我が国の基礎研究力の強化が求められている中でありまして、JST の戦略的創造研究推進事業におきまして、新興融合領域の開拓に資する、挑戦的な研究を充実しようという改革に取り組まれてきました。今回その、改革の一環としまして、より多様な分野の研究者が挑戦的な研究活動を展開できるというように、令和2年度における戦略目標が決定されました。この自在配列と機能はその中の一つでございます。でまず、初めに文部科学省により定められた戦略目標を簡単にご説明します。本戦略目標では、原子や分子を思い通りの位置や順序で精密に配列させる技術の開発をするとともに、ナノスケール配列制御に由来する材料物性機能との相関を解明する、もって配列制御に基づく機能材料設計の新しい指針を獲得することを目指すというものでございます。具体的には、文部科学省のホームページここに示しておりますけど、ご覧になっていただけるとより詳しい説明ありますけれども、3つありまして、1点目が1次元から3次元配列や順序を制御する技術の開発と体系化、2番目が配列構造の解析、計測技術の開発、3番目がナノスケール配列により生み出される物性機能を生かした材料の創生の達成が目標として掲げられております。でまず、この背景について、ご説明いたします。原子や分子の配列を精密に制御して、機能発現をさせるということは、言うまでもなく、化学や物理学における、グランドチャレンジであります。また分子スケールから機能材料に至るさまざまなスケールの階層構造をつなぐ方法論、基本概念として自己組織化現象が挙げられます。自己組織化は生命科学、化学、物理学、工学などをはじめ分子や物質の関わるさまざまな研究分野における基本的な現象であります。デザインされた分子などの自己組織化を利用して集積構造を作り、その構造的特徴、特に形やナノ空間などを生かした研究が国内外で非常に活発に推進されていることは皆様ご存知の通りでございます。でここで物質化学を現在将来における地球環境や人類の持続的繁栄に関わる社会的課題を解決することのできる、さらに有用な科学に高めるためには、原子、分子の精密な配列配光を自在制御する技術の開発、分子集積、組織化技術の革新を図って、自在に配列配光並びにエネルギーランドスケープが制御された分子システムを構築し、有用な仕事、これをですね、分子システム機能と呼ばさせていただきます、を発現するための新しい方法論や技術が必要と考えられます。で我が国ではこれまで分子や物質の自己組織化と機能に関連する多くのプロジェクト、先駆け、クレストや新学術領域研究が継続的に推進され、数々の成果を収めてきました。
で、今回、発足するのは、この、時代配列システム、ということでございますけれども、でも当然のことながら、過去の、プロジェクトの単なる延長ではありません。すでに JST のホームページには本領域の概要について説明が挙げられていますけれども、そのポイントについて、ご説明したいと思います。まず、対象とする研究分野でありますけれども、多様な分野の研究者が、挑戦的な研究活動を展開できるように、物質材料化学分野を広く、包含するというものにしております。すなわち、原子分子からなる有機分子、生命分子、高分子、金属イオン、金属錯体、無機化合物や無機クラスター、ナノカーボンをはじめとする分子、ナノ物質群を研究する分野ということでございます。例えば、同種異種原子が、の定時配列と結合が自在に制御された分子や、失礼しました、分子、定常配列と結合が自在に制御された分子やナノマテリアル群、それから、単位ユニットですね、分子の定常配列構造が共有結合あるいは非共有結合的に合理的に制御されたオリゴマー高分子など、それから、結晶などの硬い構造に限らず、柔軟性を有するソフトマテリアルも、対象と考えております。さて、それでは本領域で目標とする技術でありますけれども、先ほどの文科省の、目標というものともちろん同じ方向なんですけれども、まず1点が、配列配光制御であります。で、原子分子の1次元から3次元配列や配光などの分子配列配光情報、これを有機化学的な精密さを持って制御する技術。2番目が組織化制御技術。これは溶液中、表面、界面、あるいは固体状態などにおいて、ナノからメゾスコピック、それからマクロスコピックに至る任意の次元、スケールの配列組織化構造や、鍵となる官能基の配光を分子レベルで制御した分子や、ナノマテリアル組織を構築する技術。3番目が、精密構造解析、あるいは理論、計算科学でございます。で、ここでは、配列組織構造の電子状態やエネルギーランドスケープを原子分子レベルの精度で解析、計測する技術や理論、計算、科学的手法の開発を目標、第3番目の目標としております。なお、この3つの技術の柱が目標となるわけですけども、それを踏まえて、達成目標はですね、先ほど述べました1から3の技術に基づいて、原子分子の定常配列、配光構造、これをちょっと分子配列情報と呼びたいんですけれども、これを精密することによって、初めて、生み出される例えば電子的、磁気的、光学的機能や化学的機能などと分子システム機能を配列配光、組織化、階層構造との相関において明らかにする。で、ここでこの定常配列や配光が制御された分子システムの機能としては、ここに挙げているものに限定されるものではありません。科学的、学術的価値があることが重要と考えます。従いまして、既存の枠にとらわれない柔軟な発想、柔軟な着想に基づく独創的な機能の提案も歓迎いたします。で、この達成目標はあくまで配列配光構造と組織構造と物性、それからさらに機能の相関を解明しようということでありまして、分子システムに独自の工事機能の発見やその発見に関するデザイン手法の創出を通して、分子システムの科学における新しい基盤学理の創生を図ろうというものでございます。
なお、ここでくどいようですけども強調させていただきたいのは、原子分子の定常配列配光制御や分子組織化における新技術の開発、まあ、これはものづくりですね、いやその測定技術だけを目的とするものではなく、得られた配列配光構造、分子組織化構造と物性、それからさらに分子システム機能との相関を解明することを重要と考えております。ただいま述べたことを模式的にちょっと示させていただきます。まあ、物質は分子、原子から、なりますけれども、その組成のみならず配列や配光を含めた構造からより成り立っております。で、ここでまず配列配光制御ということで、同種、異種分子の配列と結合が自在に、制御された機能分子、機能性分子やナノマテリアル、ユニット分子の定常配列、構造が共有結合あるいは非共有結合的に、合理的に制御された、物質、分子ですね、1次元物質あるいは2次元、3次元と次元を構造制御して作る、技術。で、次が、組織化制御で、それらの、溶液中、表面、界面あるいは固体状態における高次配列構造や、組織化構造をナノからメゾスコピック、マイクロスコピックに至る任意の次元、スケールで制御する、組織化制御技術、また得られた原子分子組織化構造において、各々の構造単位や着目する元素、官能基、機能段の配列や配光を、まあ、有機化学的な精密さを持って自在制御するための技術を開発します。さらに、得られた、配列構造を原子、分子レベルの精度で精密構造解析、計測する技術や、その電子状態などのエネルギーランドスケープを明らかにする理論、計算科学的手法の開発を進めます。で、最後に、そのようにして得られた、配列構造を制御されたナノスケール配列配光、まあ、精密構造された、マテリアルの、まあ、物性を調べていただくことになるんですけれども、この物性がイコール機能というわけでは必ずしもありません。で、この物性とこの構造ですね、の相関をまず解明していただいて、その上でその配列配光構造に独自の物性から分子システムとしての有用な機能、ナノスケール配列配光制御系ならではのシステム機能というものを設計デザインしていただきたいと思います。したがって、従来のこれは従来の科学の研究においても、ものを作って、物性を測って何かしらの機能を測るということは行うんですけども、今回は特にこのものづくりだけではなくて、物性と機能のギャップをですね、うまくつなぐ、で、ここをちょっとことづくりと呼ばさせていただきます。ものづくりだけではなくて、ことづくりを、意識して提案をお願いしたく、存じます。で、原子、分子の定常配列配光構造を自在制御することによって初めて生み出されるような、機能、これを分子システム機能と呼ばさせていただきますけれども、これを配列、配光、組織化、まあ、階層構造との相関において明らかにして体系して、まあ、分子システム科学における基盤学理の創生を図ろうということを、この領域では取り組むつもりでございます。失礼しました。1個戻りました。それから階層構造ということを申しましたけれども、左側、ここにですね、階層構造スケールと書いています。で、まあ、原子分子、サブナノからナノメーターサイズから、まあ、合成あるいは自己組織化によって、まあ、ナノメーターサイズの構造が出来上がります。で、さらにそのナノメーターサイズの構造から、さらに高次の構造、ナノからサブミクロンに至るような構造は、
これはトップダウンあるいはボトムアップの、組織化技術が必要となります。で、この組織化構造からさらにですね、マイクロを超えてセンチメーター、要するにもう手に取るような材料に至るところでもまた、ここに階層構造があります。で、この研究では、まず定常配列、配光を制御する、合成分子、高分子など、物質の合成手法ということで、まずここがシークエンス制御型分子や高分子の合成手法ということが、まず、一番最初にあるわけですけども、それから、シーケンス、原子の配列が制御されたっていうのは、科学者は一般的に原子をデザイン、分子をデザインしていて、その分子の中では違う原子がちゃんと結合しているわけですね。だからここではこのシークエンス制御っていうのはちょっと広い意味で取っていただいて、結構だと思います。で、次に、それから2次元、1次元、2次元、3次元のナノ構造を構築する。で、それからナノ配列制御に基づく分子システム機能に行くまでにはですね、実はここにいくつかの、ギャップがあります。で、ここにちょっと、そのいくつかの例を示しますけど、まず一つは、分子からナノマイクロ、マクロ構造の間においては、ここに不連続な階層構造があるんですけども、結局分子レベルから出発して、ここでシステムとしての機能を追い求めようとすると、この階層構造をですね、機能的に連結するという方法論が必要になります。で、また、この階層構造を制御して、エネルギーランドスケープをまた制御、自在に制御する。で、エネルギーランドスケープ、これは化学が関わることであれば、時間軸も関わりますので、物理でもそうです。時間軸も含むエネルギーランドスケープの自在制御ということが、一つの課題になります。で、それから得られた物性をですね、システムとしての機能に結びつける、そういうデザイン、これはことづくりと呼びたいんですけども、ことづくりの手法も必要になってまいります。で、この領域は、この配列、配光を制御するという非常に、基礎的な観点の研究プロジェクトでありまして、それゆえにですね、大事なのは、やはり科学的な価値、学術的意義がある、ご提案をいただくということが大変重要だと思います。科学的価値、学術的意義があって、普遍的なものであれば、おのずとですね、社会的価値もついてくる、あるいはつながってくる可能性が大きいというふうに考えております。社会的価値としては、いろいろ情報通信分野でありますとか、エネルギー環境分野でありますとか、医療、ナノバイオ分野でありますとか、いろんな分野がありますけれども、このクレストで展開する、このナノ配列制御に基づく分子システム機能っていうのは、このような社会的価値を満足するように貢献するということが期待できると考えております。で、また、自己組織化に関しまして、すでに自己組織化というのは、我が国も非常に世界的にも力がある分野であります。で、いろんな、ユニットから自己組織的に構造ができるという研究は、分子組織化学や超分子化学という、ジャンルの中で非常に広く、研究されておりますし、こういう一人でに分子が集合するボトムアップな自己組織化と、あるいは、トップダウン的にですね、やるリソグラフィー的な手法もございます。例えば、マイクロコンタクトプリンティングみたいな技術もございますし、これは本当に古典的なんですけども、LB 膜、ラングミエブロジェット膜みたいな技術は、ドイツのクーン・メビウスたちは、この分子層を本当に層ごとに定常配列を変えて機能を見るっていう非常に先駆的な研究を行っております。また、ディッペンナノリソグラフィーみたいな技術も、よく知られているところでございます。そこで、自己組織化っていう考え方は、もちろん従来の分子設計、分子間相互作用に基づく自己組織化っていうものがございますし、あるいは界面からのシークエンシャルな自己組織化という考え方もあります。で、それから、トップダウンアプローチ、すでにたくさんのものが、
知られているんですけれども、そういうものと自己組織化を融合するというアプローチもあろうかと思います。ただし、おのおのの手法っていうのは限界がありますので、既存のドミナントな手法が最良最善であるとは限りません。既存の手法の限界問題を打ち破るような新しい一般的で普遍的な技術があれば、それは非常にこの領域にとっても重要な技術だと考えることができます。それから研究実施に関わる体制や規模でございますけれども、ご存知のようにクレストはチーム型の研究であります。これは国際的に高い水準にある代表者が自ら立案した挑戦的な研究構想の実現に向け、産学官の枠を超えて学際的な研究チームを編成するということでございます。で、このチームの構成にあたっては、構想を実現するために必要不可欠であって、研究目的の達成に向けて大きく貢献できる、十分な連携となるようにご留意ください。で、また、今後は物性機能と組織構造の相関を図る、AI 支援システムの開発が重要と考えられますので、データ科学との融合アプローチにおける意欲的な提案も歓迎いたします。また、他の分野との連携が流用であると認められる場合には、私の方から、共同研究の推進やチーム体制の見直しなど、研究計画の変更を依頼する場合もございます。研究費と研究期間でございますけれども、当初研究費は1課題あたり総額3億円、これ直接経費でございますけれども、これを上限としております。研究期間は採択年度から5年半以内でございます。で、運営方針ですけれども、クレストの研究チームは、原子分子システム科学のネットワークラボとして運営したいと考えております。領域全体として研究成果の最大化につなげる必要がございます。そのために、異なるチーム間の研究者同士、これは同一戦略目標下の先駆け研究領域の個人研究者も含みます。いや、産業界、研究領域内外の研究者との情報交換、連携などのネット形成を図りたいと思います。それから、採択課題につきましては、研究開始当初、各課題へのサイトビジット、環境を一応確認させていただくということをやります。それから、領域内の研究進捗報告会を、年1、2回開催予定です。で、研究開始後約3年経過時に中間評価、それから終了時に事後評価を行います。適宜成果発信のためのワークショップや公開版シンポジウムを開催する予定です。本領域における研究が分子システム科学の最先端を切り開くとともに、様々な研究分野の発展に資することを期待しています。最後に、物質材料科学で、このクレストが立ち上がったんですけども、まずそのゴールということを考える前にですね、物質材料科学における大きな命題が何かということにちょっと思いを馳せていただきたいんですけども、科学は、環境、医療問題含めて、情報の問題もいろいろありますね。世界的な広がりや人類の存亡に関わる様々な問題にますます直面しているところです。やっぱり物質材料科学というのは未来の世代が豊かな社会を築くための礎を築くということが大きな命題と私は考えます。その視点で今回の提案をぜひ考えていただきたいと思います。で、最後にこれメッセージですけれども、本領域においては、戦略的創造戦略研究の原点に立ち返り、人類が直面する重要な課題を克服するための、究極の分子システム機能は何かという、独創的な、学術的な問いに発し、研究課題並びに、手法の学術意義と独創性が明確であり、国際的に高く評価される卓越した基礎研究であって、今後の科学技術イノベーションに大きく寄与する成果が期待される、挑戦的な提案を募集いたします。
私からの説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。